どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は昨日のダブル予想について話したいと思います。昨日ロト6とロト7予想したけど、まず、ロト6か。ロト6は1口目40番台入れて、2口目は、30番台多めに予想しました。二口の共通点は20番台があんまり入ってない。まあ一口目は20番台入れてないんやけど、二口目も20番台一つしか入れてないから、だから20番台が多く出たら当選の可能性はかなり低い。まあ二つまでだったら可能性あるけど、三つ出たら当選はかなり厳しいかな、20番台が。あと、それから、ロト7か。ロト7は、一口目は30番台多めに、予想はしてるけど、二口目はそこまで偏った数字並びではない。当選できるかどうか。まあ、また、水曜日にロト7は最終確認するけど、その時に数字変更するかどうか。まあ、決めたいと思います。もう少し数字見て、確認したいと思います。まあ、とりあえず今日はロト6か。当選できるかどうか。ここ最近、ほんとロト6もロト7もあんまり良くないから、不安はあるけど、でも継続したら絶対に当選はできると思うから、継続予想をして、当選目指したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。